ですね、もういよいよ今年最後、12月31日ということで、大晦日ですよね。いや本当に1年の最後で締めくくりね、ですけども、ね、最後の締めくくりの日にまで長谷川さんと一緒にいるというね、そんな幸せなことはないですね。これを不幸と言わずしてなんという、はい、いや幸せですよ、はい、幸せです、最後を迎えられた、はい、はいはい、じゃないよ全然感情がね、いや、まあまあお仕事お仕事、はい一応まあ最後ということで、まあ振り返ってみようではないかと、はい、まあ1年間ね、はいはいはい、毎日毎日ねこう配信させていただきまして、ですよね、なんか思い出に残る回ですとか、なんかこの1年ありましたかね。そうですね、あのこの番組の中でね、うん、またあの占いだけでその、ねね、芸人は売れるかという企画で、うん、はい、芸人プロデュースっていうのを始めたんですよ、今年ね、はい、やりましたね、まあ、いろんな方に来ていただいてオーディションだよっていうことで、はい、たくさん来ていただいて、占いをし、うん、でまあ、いろんな方に、まあ、会ったわけですよ、はい、初めて会う方多くて、でやっぱりそれすごい印象に残ってるわけ ね、うん、でね、その中でも印象に残っているのがだ、ね、はい、ほらあいつだよあいつ、あのベッコちゃん、ベッコちゃん、ベッコちゃんの、うん、あのベッコちゃんって男女2人コンビなんですよ。そうそう、うん、でこのうちの男、はい、名前は横須ガンジ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 、この野郎あのね、はい、彼は、ここ収録してる場所はですね、うん、あの専門スタジオでもなんでもなくって、うん、あの弦楽者というマンションの一室にあるわけで、ここでね、うん、舞台張りのでかい声出し合ってもうね、クレーム来るからやめてくれよねえ、もうすごいでかい声だったら多分ね、近所を上下をね、もうこれがね、今年一番の思い出ですそれが一番ってね、いやいやいや、でも印象深いでしょ。まあまあそうですね、もうそれ以降の芸人さんにはみんな注意したもんね。そうそうそう、あの大きい声出すなと、はい、まあね、長谷川さんは、僕はやっぱりね、その今年はちょっとね、結構テレビに出させていただいたんで、そうだよね、まあ、芸人としてね、うん、だからこの占い君の売れ猫を見てる方は、僕がね、何者かよく分かんない人もいたと思うんですよ、芸人とは言いながら、うんうんうん、だけどやっとそのコンビでね、テレビとか出させていただいて、うん、でその芸人っていうのをちょっと世間にね、見せられたというか。そうだよ、先生もね、いや本当すごかったですよ、今年の大躍進でしたもんね。あ、芸人としてテレビ出たのって、まあ、初めてではないんですよね。まあ、芸人として初めてではないですけど、ないんだけれども、あの重要参考人とか、はい、容疑者とかで、いやないですよそっちでもないですよいや、まあまあ、だからね、先生のご家族だとか、このね、これ実際見てくれてる、ね、方とかも初めて僕らというか、まあ、コンビでね、活動してるのをテレビで見せて、ね、そうそうそう、やっぱりね、不思議な感覚で、こうやって隣にいる人をブラウン管越しに見るっていう、ブラウン管って言い方も今増えたブラウン管じゃないでしょ、今今ブラウン管って知らない人もいるかもしれない。そうだよ、画面越しに見たというのが、すごいね、妙な感覚があるわ、ね、あ、でもそうかもしれないですね、衣装も違うしね、そう、なんかすごい不思議な感覚で、はい、なぜこの番組に白いタキシード着てこないってすごい思ったもんね、あれね、これはまあ これ用の衣装ですから、占い君はね、そうそうそう、いや、みんなそう思ってないよ、そういえばこれみんなが言われ、俺よく疑問で聞かれるんだけど、はい、長谷川さんはどうして作業着を着ているんですかっていうのが、はいはい、あのバイト帰りですかって質問がすごく多いです。なるほどねいや、これはこれ用の衣装なんですよ、あくまでそう、私服にしちゃうとね、その毎日同じ、ね、汚い服になっちゃうんで、せめて衣装を、ね、作んなきゃということで、なんか変えてもそろそろいいかもしれません。あ、ちょっとリニューアルいいかもしれないですね、来年から。1月1日付で変わるというのはどうですか。おお、なるほどなるほど、なんか考えましょうか ね衣装、ぜひぜひ期待しておりますんで、はい、うん、あ、そうね、長谷川さんだから今年すごいテレビ露出、躍進の年でしたよね。まあ、来年ね、もっとそのね、出れたらいいなと思いますけれども、うん、いや、もういけるでしょう、これはね。いや、ありがとうございます。あとなんかね、先生、皆さんにお伝えしたいことが。ああ、そうだそうだ、そうですね、学研のムーっていう雑誌がありましてですね、はい、でこのムーの、1月売りのやつで、うん、まあ、2月号なんですが、はい、大体その年の初めに出るやつってね、ええ、今年を占うみたいな企画があるんですよ、うんうんうん、で7人の人間が占いますよ、こうでその7人のうちの1人で私は記事書きましたんで、すごい、よろしければ、見てやってください。あ、ムーの2月号になります。1月売りの2月号、2月号ね、はい、ぜひそちらも読んでね、こちら書きましたんで、ぜひぜひ見てください、よろしくお願いします、はい、ということで、もうこれで1年もいよいよ本当に終わりということで、はい、そうですね、うん、皆様今年はどうも長いことお世話になりました、ありがとうございま す。もう最後の最後にこれだけ息の合わないコンビが言うことまるで今違ったいたよ、言ってるから分かんないですから、大丈夫だよむやむやなうち
来年もこんな調子で行きたいなと、ね、そうですね、あの加瀬さん交わらやめてちょっとね、そうに入っちゃいました、はい、ということで、はい、また明日、ね、1月1日からは、ね、またやりますね、気持ちも新たにいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、良いお年を、ありがとうございました。